今日は楽しみたいと思いますのでよろしくお願いします。
女性が来てるんですよ。女性一杯。それ一緒。クリップハイプのコピーバンドなんですけど、この中でクリップハイプのことを知っている人ってどれくらいいますか？ハロトラン、ハロトラン、あの顔はハロトラン。あー、少ないですね。少ない。でも、今日機会にクリップハイプ聞いてみてはいかがでしょうか？はい。お願いします。はい、はい。ちょっとね、はい、これもちょっとオーナーさんがいい人っていう、はい、ライブビレッジのオーナーさんにとてもお世話になりまして、すごくこの前も、ね、朝の8時ぐらい、7時とかからここ開けて練習したりとか、そう本当に君たちが上手くなるんだみたいな、そう、なんか私孫、君たちの孫だと思ってるから、そうそうそう、本当に褒められてますよ。ありがとうございました。ありがとうございます。このライトハウスを、ね、みんなに知ってもらうように、そうですね、もっともっとそうですね、私たち若い世代が伝えていかなきゃいけないなっていうのはすごく感じました。ありがとう。じゃあそろそろ次いきますか。準備出していこう。じゃあ2曲続けてやります。3曲なんで最後なんですけど、今日は、お呼びいただき、今日は出演させていただきありがとうございました。I'm not afraid to die.
もん。アンコールだ。はい、次はですね、ここ、地元柳井市の、私は、もうホープだと思っております、リンダちゃんです。今日は、ソロということで叩き歌いですかね、はい、この祭り初登場、まあ、初登場第1回目ですからね、今日は何曲？今日は4曲。4曲、はい、4曲。何の曲をやりますか？お楽しみで。お楽しみで、わかりました。はい、じゃあちょっと、お楽しみの曲をお願いしたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。みんなです、よろしくお願いします。
村祭り、皆さん楽しんでますか？ちょっと水を飲みます。はい、今日はライブビリッジのイベントに呼んでいただいて本当にありがとうございます。地元にライブハウスがあったらいいのになってすごい思ってて、なんかこの前できてすごい嬉しくて、ずっとやりたかったのですごいできて嬉しいなって思ってます。あとじゃあ次の曲お願いします。かわいい。We'll be right back.
ました。乾杯乾杯。乾杯乾杯。ありがとうございます。あんたは偉い。この前金魚町ちん祭りの日に、そこの川沿いの駐車場でライブしたんですけど、その時に、その時はもうちょっと上手になったんですけど、今日はちょっと調子悪いかなっていう感じ。告知じゃないんですけど、ツイッターをやってるので、よかったらなんて検索してくれるか、来たら出るか分からんけど、なんかリンダとかで出てくると思うので、ツイッターよかったらフォローしてください。はい、ありがとうございます。あと YouTube にもライブの動画とかを上げてるので、よかったらそっちは、なんか調べて出てきたやつ見てください。お願いします。なんかやってる時にそこのなんかテレビみたいなの見て、なんか芸能人みたい。芸能人みたいですごいなと思いました。いいよ。すごい。遊ぶなっつって。じゃあ次、バンドやってるんですけど、バンドの方のオリジナル曲をやろうかなと思います。はい。それでですね、やります。3 Sunny Days っていう曲です。聴いてください。お願いします。Yeah.
たバンドのボーカルがうちのバンドのボーカルなんですけど、サイン欲しい人はあれ頼んでください今びっくりした。あの今やったオリジナルが中学校2年生の時に作った曲で、まあ、そこからあんまりちょっと進歩してないんですけど、バンドのライブとかもなんかあるかもしれないので、その時は来てくださいお願いします。イヤリングがどこ行った？あとで探します。次が最後の曲なんですけど、ありがとうございます。最後の曲なんですけど、皆さん今日は楽しかったです。まだこの後もいろんなバンドさん出られるので、ぜひ皆さん最後まで残って帰ってください。じゃあ最後ありがとうございました。リンダでした。
2枚もあるんだい。なんでか。ほんまやね。バンド名、アップ。これ出るときにこう頭に巻いてるんですよ。そうそう。今回ですね、あのわざわざ宣伝ばっかりだったけど、宣伝しなきゃいけないっていう義務が。僕はどんなものですか。そうです。そういうことです。ジャパニーズポップ、ジャパニーズポップですか。楽しみですね。何曲今日は、ギュッと6曲ほど、はい、6曲ほど、披露していただけるそうです。もうしばらく撮れますかね。
はい、いつもは集団で活動してるんですけれども今日はこちらに参加させていただくことになりました。で実は私の実家がそこでして、もう高校の時にこういうライブハウスがあったらよかったのになと思いながら40年ぶりの夢が叶って嬉しく思います。それではちょっとしっとりした曲2曲続けて聴いてください。
¡Gracias!
我々仙人がね、我々おやつがコミックバンドのおやつが精を込めて歌い上げます。ちょっと真面目に真面目に真面目に真面目かい。ホールド You are ラストチャンス。
照明が黒ってね、手元の歌詞カードが見えんのよ。すいません、僕もね、せっかく動画鏡かけてるの全然見えないですよ。申し訳ない、ちょっと明るくしてもらえます。ロータルなんで。ちょっと、すいません。あ、ちょうどやったんですね。すいません、もううちずっとこの中でいいですから。あ、僕たちが平均年齢からしたらそんなに高ないんだけど、私一人が平均年齢上げておりますが、はい、ありがとうございます。誰が言うた今、誰が言うた、もう一回そんなこんなで、はい、今日はね、あの船つながりで今日は行きたいと思いますんで、夏ですからね。夏ですから海、船これ我々おやつはね、先ほど何回も言いますけど、コミックバンドだけトークでも出してトークでね、これペラペラで、今日歌う2曲目もトークつながりで、トークつながり、トークで汽笛を聞きながら、ありがとうございます。俺の同級生、びっくりした、びっくりした、あのこんなやつですけど、今後もよろしくお願いしますね。マジか、この髪の毛を産んだ30年に一人のバカですからね。30年に一人なんですね。あ、じゃあ大丈夫、30年に一人we'll be right back.
緊張してるわけじゃないですよ。トークで奇跡を起こしながらじゃなかったらですね。まあ、で、奇跡ということで、海つながりね。海つながり、また、うん、スッチがどうでもやりたいと。そう、そういう曲がございまして。パパばっかりなんですけどね。もうね、この辺の人はもうみんな知ってると思います。南瀬戸内海です。南CM ソングでこんだけしかないの。あれね、防御地点さんにね、やってもいいかって、どうぞやってくださいって言われたの。ほんとほんとね、30秒しかない。続き作ろうか言うため、続きを作るの次回までに。次回したい、南瀬戸内海の続きを。瀬戸内海から太平洋に出てくるとして世界一周回る、そういう筋で。そうです、はい、次回までに。長いですね。長い。防御規制じゃないですか。この次はまた船つながり。船つながりでいきます。ないんですけどね。はい、TOKIO の空船で。空船。Bye.
だよ、泣くの監督。自粛せい。何の自粛せい。早かったね。警察官になるね。ブラッチの規制がこれで次の時間大丈夫ですかね。時間結構待ってでもあの 次のみそれさんがね長いですから次のみそれさんが長いですからちょっと終わりましょうか。じゃあ早いもんで最後の曲になりました。いや、いらんすよすいません、先に言っときますけど僕たちのね、僕たちにね、アンコールっていうのはね、ありがたいんだけどこれは一つの拷問みたいなもんですよ。もう誰もアンコールだけ言うてへんし体力的にもね、技術的、はいアルコールは入れて500円出したら飲めるようになっておりますから。もうね、しっかり飲んでよ、しっかり ということですね、
常にやりやすい感じで、前も次もやりやすくなるんじゃないかと思いますけども、その次が、ミストルさんですので準備お願いします。でとりあえず、集合写真を撮ります。
バンド名を紹介させていきます。ヨウノブサンシャイン。
はい、タクロ続けていきますよ。イエーイ Come together を言ってみたいかな。ちょっと準備が、あ、OK ですか。はい、Thank you.
前から伸びすぎて声が出ておりませんが次もビートルズでレボリューション。
Why?
最後最後です、ちょっと時間超過してますけど、 前のね、あのバンドの方の、ね、お申し出して多少最後の曲です。ワンカムなしですよ、今日は。今日もなしで、最後にクロスロード。求めてるの？いや、求めてない。今日は求めてないよ。今日は飲みすぎて声がもう出てないし。クロスロード。
ります。ありがとうございました。最後に綺麗な曲聴いてください。ありがとうございました。やればない。リトルウィングやって。